はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さん、プロスペースやってますでしょうかということで、今日は何をしていきますかと言いますと、オール右オーダーでリアタイやっていきましょう。はい、ということで、普段皆さんね、ランク戦、リアルタイム対戦、すると思うんですけど、多分ね、みんなの中にも、右バッターの方が好きとか、左バッターの方が好きって多分あると思うんですよね。で、自分も一応あって、自分はねどちらかというと左側の方が好きなんですよ。でまあねまた後日オール左オーダーしたいなって思うんですけど、まあ、今日はちょっとねその苦手な右バッターを全員並べてちょっとね今日リアタイやろうかなと思ってて、で一応右バッターで、オーダー組みました。そしたらね外野がちょっと全然いなかったです。自分右バッターの外野がまあなんか左バッターやったらねイチローさん、ギータ、丸さん、大谷君、由伸さんとかいっぱいいるんですけど、やっぱね基本なんか選手とか見てて、あ俺基本右バッターあんまり取り入ってないなと思ってて、外野がめちゃめちゃいなくて、やっぱ自分やっぱ左バッターが好きやけん左バッターをね基本取り入ってるなっていうのをここで改めて、思いましたね。で一応打順はこんな感じで組みましたね。はい。まあ、たけしさんとかはね、いつも使ってるんでいいんですけど、まあね、昨日も使ったバレンティンがまたね、今日ライトで使うことになるんですけど、まあ、ショートはもう坂本さんまあ、いるんでいいですね。で、外、まあ、セカンド菊池さんがいるんで今日は DH かな。で、まあ、外野たけしさん、たけしさん外野で守らすの初めてやね。で、まあ、そっからは、まあ、山川さん、岡本さん、で、野村さん、まあ、ここら辺ね、普通にガチョウだとかで使ってもするんで、で、センターがいなくて、大山さんが唯一いましたね。これ大丈夫か。だけど、なんか、右のセンターって、例えば山本浩二さんとかかな。うん、自分持ってないんでね、なんかこんな感じになりました。やっぱね、右、あんまり取り入ってないなっていうのが、思ったね。ちょっとこれでやっていきましょう。はいとマッチングしました。やっていきましょう。対戦よろしくお願いしますということなので、今ねもう打率がもう5割ちょいぐらいなんですよ。まあ、ちょうどね打率が下がってきてるところなので、まあ、右バッターを使ってさらに下がるのか、まあ、苦手やけんさらに下がるのかね。これまた後日やる全員。岡本さんうめえ。てかごめんなさい、ユニフォーム統一になっとるわこれちょっとすいません、ユニフォーム統一になってる。そう、自分昨日っすね iPad をまさか会社に忘れてiPhone でしょったんですよ。で iPhone でしてたんで設定が多分ぐちゃぐちゃっすね今。ごめんなさい。でも設定ちょっと直してきたと思うんですけどね、ここのユニフォーム統一だけは直ってなかったわ。でまあちょっとさっきも言ったんですけど、打率が右でもっと下がんのか、それとも後日やるオール左でもっと打率が上がるのか、ちょっとそれもね、まあ、知りたいところであるんで、これ下手な話、オール左で打率上がるようやったら、もう今後からはもう全員左でいいなっていうことっすよね。うん、うわーなんかこれユニフォーム統一気持ち悪いな。坂本さんのホークスのユニフォーム似合わねえ。やっぱ坂本さん巨人やろ。オーケー、じゃあやっていきましょう。オール右なんでね、なんか下手に考えることなくて、まあそれはそれでいいかなね。このピッチャーの時左の時どうしよう、右の時どうしようとかいう考えがちょっと減るんで、そこら辺ではやっぱいいね、オール右とかオール左は。でも俺の場合オール右はちょっときついかな、メンツ的にね。外野の守備適性マジでひどいんで、でも外野に飛んだの全部処理してくれたね。惜しいね。さあ外はでも外いいな、外かっこいいな、ホークスユニフォーム。いや早えな。オッケーナイスチェン。はいオッケー。さあもう右なんでね何も気にすることないよ。これなんなら菅野さんは左バッターやったら内角のスライダーとか結構嫌じゃないですか。それがないんでそこのケアせんでいいのはマジで楽。さあプルはプル出てない、内角来たらしばらく来てね。あと山川さん写真変えた、山川さん写真変えました。あーほら相手山本浩二さん持っとるもんね。やっぱセンターのまあ右と言ったらもうなんか山本浩二さんが一番上がるけど、誰がおるんやろうな他。はい、OK で藤波君は久々使っております。で今日やっぱオール右なんでピッチャーもオール右を使っております。さあ前田さん今年出んのかな。前田さん今年出たらねちょっと取りに行きたいな。レフトの守備 B もできてアーチスト、なんか前田さんすげえ打ち合わせで聞くもんな、なんかめちゃめちゃ聞く打ち合わせって。あ OK うん、やっぱ藤波君強いね。 OKOK やっぱり左が好きなね俺からすると、やっぱちょっと右苦手意識あるな。なんかね前までね右の方が好きやったんですよね。なんでか左の方が好きになった。であと右がちょっと嫌いな理由がですね、内角高めが自分間に合わないんですよね。はいラブチ間に合わないというか、この手の構造というかペンの置く位置、自分今ペンの置いてる位置ってこの左バッターのバッターボックスの線ぐらいなんですよね。でそっから内角高めって右利き持っていきにくいんですよね。あオッケーよかった。アップねそれ三塁いくんえぐ、それの三塁えぐい。ナイス走塁でバレンティン、昨日大活躍のバレンティン。いやあよかったよかった。さあ大山さん、そう大山さんかっけえよなこのバッティングフォーム。普通にねなんか普段使わん選手使えてめちゃめちゃいいわ。ナイスボールいい球やね。さあガイア前進いいんか、ガイア前進であ引っ張りに変えたね。くそ今の1球で変えられた。いややっぱりちょっと苦手かな普通に。あーマッチ行こうか久々。さあタイピン消えた。ここで決めんとね、いくら右って言ってもやっぱ試合に前負けることは許されんぞ。もう明日の左が楽しみ。左やったらどんだけ打てるんやろうな。でも言うてもねガチオーダー右何人か入れてるんで打てんとダメなんですよね普通に。さあ広角存在感、これは決めたいね。だから決めなあかんこれは。巨人の落合さん出たらこんな感じよね多分。うんこんな感じいいじゃん。さあちょっと怖えな。オッケーセカンドパス三塁、うん三塁行かれたか。まあ内野ゴロで1点やけど吉川さんごめんなさい、ちょっと内野前進で行こうかな。うわ怖いね。もう1点やろうかな、もうどうせ1点は次の回になんか取れそう。うんもう1点あげようか。でもカットで詰まるんやったらまあファーストランナー D なんで内ゴロゲッツーでもいいかな。でこれ1回釣ってあ入るか。あー甘いね直樹。まあせっかくオール右なんでここ中継ぎ継ごうかな。右の中継ぎにどうしようかな。まあもう球児さんとか増田さんとかいつも使ってるんで森さんいこうかな。森さんはね藤波君とシナジーがいいんですよね。これストレート動く方向逆なんでこれ一瞬ちょっと戸惑うんじゃない。うん OK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  よし OK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 。いや森さんここ踏ん張ってほしいな。正直オール右使えるけんね、まあ1点は取れるにしろ 2,3 点となると結構ねいや抜けるか。あとなんかねやっぱ昨日会社に iPad 忘れてずっと iPhone でしてたんでちょっとそこら辺なんか嫌というかなんか変な感じする。2点で抑えときたい。バレンティン OK。 ここねいつも吉野さんなんでまあ結構楽に取ってくれるけど。ああもうたけしはずっと使ってるけん打てるっしょ。さあお願いたけし決めてよーかったーやっぱもうたけしっすね。うん、たけし様々っすわ。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。ということで、やっば打率5割切ったねまあでもいい、明日の左で打率爆上げするんで。あ、てかまたユニフォーム変えてきてねえわ。まあ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 、巨人のイチローさんなんかもうね見れんよ、こんなので。まあもう明日のね、多分明日で出ると思うんで、明日のオール左で多分打率ってか、多分というかもう絶対打率上がるんで、まあそこまではねちょっと下がっちゃうかもしれんけど、まあ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 、嫌いなんでね、右バッター嫌いというか苦手なんでね。それでも打率が上がったらいいんですけど、まあね、苦手なことやってね伸びるわけもなく、もう打てんかったら打てんで、いいかな、とりあえずね。もうね、オール左でやるのがすげえ楽しみ。でもオール左だけでやるのもね、なんかちょっとあれやったんで、月、はい、オッケー。これね、お相手ピッチャー松葉さんなんで、これね、松葉さんなんか左にめっちゃ強いじゃないですか。けど俺の今のオーダー、右しかいないんで、多分お相手相当きついと思う。普通に松葉さん右相手に投げるのね。これでもオール左だったら相当こっちがしんどくなるんで、いやー、これはねオール右効いとるよ。多分投げるコース結構ないと思うわ。結構しんどいと思う。さあ、このフォーク注意やね。縦カットのフォークやんね。これね、これこれだけが注意。いやー、ほらやっぱね、あそこのコースが嫌いなんですよ。あそこのコースが嫌いなんですよ、右バッターだけんね。あんまり好きで使ってないんですけど、まあ多分ね、みんなもね、なんか左バッター嫌いな人もね必ずおると思うんで、まあてか現に聞いたことあるんでね、左が嫌いなんで右しか入れてないですっていうのは。まあでもみんなあるよね、右が好きとか左が好きとか。でもどっちも大丈夫っていう人もいると思うんで、そのどっちも大丈夫っていう人がマジですげえわ。本当にすごい。俺もうね、やっぱり右バッターの内角高めのコース、もうあそこがね苦手でね、やっぱ俺の手の構造上、菊池さんエラーするんだ。まあ菊池さんも人間やったっちゅうことやね。菊池さんのエラー初めて見たわ。あそこのねコースがどうしてもね届かない、なんか間に合わないっていうか、なんやろうね、なんか持っていきづらいんですよね。このまあそのペンを握っとる中指、人差し指、親指をこの伸ばして持っていくんですけど、自分はそこがねマジでむずい。内角高め右バッターの、まあでも結局苦手なとこを克服したいんで、自分も正直ね、ある一定期間ずっと右バッターを使うっていうのも多分ね、その改善というか、そういう苦手を克服する上では、まあ苦手なバッターをずっと使うっていうのもありかな。でもそれをせんでもね、オール左でやればいいやんっていう話なんですよね、そもそもが。さあ、よーし、これいったろう。オーケー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 。やっぱ2投げるとこやねオーケー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 。はい、マッチングしました。お願いします。オール右3試合目やね。で、お相手の名前中野いちかって書いてあったね。俺もいちかちゃん大好きなんで、気合うぜ。いちかちゃん俺も大好き、本当に。やっぱいちかちゃんいいよね。ちょっとね2期でいちかちゃんのこと嫌いになったっていう人多分おると思うけど、俺はね好きよ。というか大山さん普通にうまいんだが、守備よかった。中野一華 DST デスター。はい、ということで、あ、ユニフォーム戻してきました。やっぱこっちの方が俺しっくりくるな。うん、統一よりも。まあ、だけ打てんかったんか、俺、もしかして。この試合で打てたらそうやけんな。ナイスボール。これがセレダルかな。うん、オッケー。さあ、このダルさんもね、やっぱ未だに見るね。うん、未だに最前線、リアタイの。やっぱみんな強い剣使ってるんやろうな。オッケー。さあ右で全然打ててないけん ここら辺で一発打とうや。一団結してよー抜けん。さあみんな大好きね、2人外みんな好きよね、ほんと外。こんなにね愛されとる選手なかなかおらん。さあ俺も好きになれるかな。さあやっぱね、やっぱ内角高めなんですよね。持っていきづれえわパーソル。てかやばい、やっぱ右バッター俺全然打てんわ。もう見よってみんな分かると思うけど、なんか右のもう結果として出とるね。なんか試合には別勝てておるけど、なんか毎回じゃあ打ててますかって言われたら絶対打ててないしな。あーなんかちょっと嫌やね。さあちょっと3点頑張ろうマジで。取れるかな、なんか取れる気せんけど頑張るしかねえよもう。抜けろ。オーケー、よかった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 。オーケー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 。とりあえず塁出た、とりあえず塁出たで、ここから岡本、野村、バレンティンか。このアーチスト2人でちょっと 点取らないか。さあ逆転してえなこれ。いや長径やこれ、あ長径じゃねえわ、変えられてる。おっきおきおき変えてる変えてる変えてる。おっきおきおき、うわもう絶対アウトかと思った。今のこれ100アウトかと思ったし、引っ張り結果に変えたんか途中。定位置やなで、おいでタイピンか。いや超えるよね。うわ無理なんやそれ。うわ無理なんや。でもタイピン消えた。オッケー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 。さあバレーお願い、昨日大活躍バレーお願い。よしちょっと集中した、ごめんなさい。ちょっとめちゃくちゃ集中したわ今ので。ここ代打や代打や、もう中し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 。いやもうお願いお願い、ここマジで同点。いやマジで同点お願いなかし。ああピッチャー変えるか。同点じゃねえわ、さよならか、ホームラン打てば。うわ宮西さんタイピン出んなよ。よしでも能力がっつり下げられたわ。いやホームラン打てばさよなら。長径か、いや関係ねえ関係ねえ、広角も何も出てねえけど芯食えば飛ぶ、それがアシストや。うわ結構強気やなお相手。さあワンスリー、これ次坂本さんやけん、別にこの能力やったら坂本さんでいいわ全然。今の見て球勝負してくるよね。うわここでピッチャー変えんの、いやそうよね、それは反則よマジで。いや入って高くそ、あ帰ってこい、よし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 、同点や同点や同点や同点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 。やっぱ能力的にホームランはきつかったけど同点までは来た。オッケー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 で、おいでタイピン出た。うわやばい、すっげえいい試合、すっげえいい試合。オッケー決めろ。いやしょぼい、やしょぼいってしょぼいって、もう今の決めないかんとこやったやろ。タイピン分ボール球になったかあれ、ちょっとごめんなさい。ここ93いきますもう。通の勝負だけじゃねえ。女子がかかっとる。無理か無理か、さすがにまた2点取られたよ。キュウジさんやべえ、キュウジさん出したのに3点取られたよまたいや、いいこの3点差さっき追いついたけどね。しかもタイブレークなんでこっちも。うわ、キュウジ来たわ。終わった。うわ、打てる気せんけど絶対打つぞこれ。オール左オーダーでリアタイやっていきましょう。オール右もうひどかった。マジで打てんかった。逆を言うとこのオール左めちゃくちゃ打てんとダメっちゅうことなんですよ。でもね大丈夫、左はマジで得意なんで OK です。はい、左はこんなもんよ。左ブイブイ言わしていこうぜ。でバースも左といえばなんかバースみたいな、で右といえば落合みたいな、まあそこら辺はねしてみてもおもろいかなと思います。でもね、自分みたいに苦手な方だけですると打率がめちゃくちゃ落ちますと。